撃。あ、もう授業の時間か。皆さんこんにちは、レウコです。今日の授業はみんなで食虫植物サラスニアの育て方について勉強していきましょう。ねえレウコさん、なんでうちの学校に。それでは授業を始めます。ちょっとたまにしか出番がない準レギュラーの私としてハマタ出番が回ってきたのは嬉しいけど、なんでレウコさんがうちの学校の先生になってるの。しかも食虫植物の育て方の授業って何。はい、そこ生徒指導案件よ。な、何が。レイムさん、授業の時間も限られてるんだから余計な口出しはしないの。な、むちゃくちゃな。ということで、皆さんは今年の夏食虫植物はもう買ったかしら。みんな当たり前に食虫植物買うこと前提。ホームセンターで売られてる食虫植物の中にはサラスニアという筒状の葉っぱの中に虫を落として食べてしまう食虫植物がよく販売されています。ああ、あの背が高くて細いやつだね。そんなサラスニアを買ったけど、どうやって育てたらいいかわからない方のために、今日はその育て方をじっくり皆さんに指導していくから覚悟しなさい。レウコさんに指導される、ちょっと嬉しいかも。それではまずサラスニアについて説明していきましょう。サラスニアとは、筒状に伸びた捕虫葉から蜜を出して虫さんを誘い、その蜜を食べに来た虫さんを筒の中の落とし穴に落として消化吸収してしまうという食虫植物です。恐ろしい。はい、レウコ先生。何ですか、レイムさん。虫は飛ぶことができるから、仮に落とし穴の中に落ちても簡単に出られると思うんですが。いい質問ね。えへ、褒められた。サラスニアの筒の内部はとても狭く、虫さんはうまく飛べないことに加えて、内部がツルツルと滑るようになっていたり、筒の内部の下の方やサラスニアの蓋の部分には無数の毛が下向きに生えていて、一度落ちた虫さんが脱出することは困難になっています。なるほどなるほど。ただサラセニアの恐ろしさはそれだけじゃないわ。え、どういうこと。サラセニアが持つ甘い蜜には虫さんの動きを麻痺させる神経毒も含まれているのよ。神経毒。だから蜜を舐め続けて穴に落ちた虫さんは麻痺もしくは死に至り、一生その中から這い上がることはできなくなるということね。変な見た目の割にそんな怖い一面を持っていたなんて。変だって。そしてサラセニアにもいろいろ種類があるけど、原種としては現在合計8種類のサラセニアが確認されています。たった8種類、意外と少ないんですね。まあでもその8種類を掛け合わせた様々な交配種も存在しているから、それも含めればかなりの数にはなるわね。そっか、交配種もあるんだ。そしてサラセニアの自生地ですが、カナダ、そして北アメリカの東部から南部にかけて、海岸付近の日当たりの良い湿地などで育つ食虫植物です。日当たりの良いということは日光が必要なんですか。そうね、サラセニアは食虫植物の中でも特に強い日光を必要とする植物だから、基本的には外でよく日光に当てて育てることになるわね。育て方としては一年中外で直射日光にガンガン当てて、ハエトリソウなんかと同様にトレーに入れて、そこに常に水を溜めておく腰水という方法で育てます。湿地の植物だから水もたくさん必要ってことですか。そういうことね。サラセニアの自生地は日本と同様に四季があるから、一年中外で管理して問題ありません。一部のサラセニアの原種には夏の暑さに弱いものもありますが、一般的にホームセンターなどで販売されてる普及種は交配種で丈夫なので、特に夏の暑さも心配ありません。レウコ先生、寒い冬もそのままでいいんですか。冬もハエトリソウ同様にサラセニアは寒さの中で休眠して、春からの成長エネルギーを蓄えるので、寒冷地のようなよほど寒い環境じゃなければ冬も日光に当てて外で腰水で管理して良いです。ただ冬はサラスニアは地上の葉っぱは枯れてしまいますが、バルブと呼ばれるサラスニアの本体は生きているので、冬になってサラスニアが枯れてしまったと勘違いして捨ててしまわないように注意しましょう。え、これで生きてるの。これは確かに枯れてしまったと勘違いしちゃいそうですね。できれば霜と雪の当たらない屋根の下に置いてあげるのがいいけど、もし無理でも霜や雪でも枯れちゃうことはないし、ちょっと暗いの凍結にも耐えてくれるから、丈夫で初心者さんでも育てやすい食虫植物です。食虫植物って難しそうなイメージだけど、サラセニアなら初心者の私でも育てられそう。それにサラスニアは食虫植物の中でも特にたくさんの虫さんを捕らえる大食いの食虫植物だから、外に置いておけば虫を捕らえるところも結構頻繁に観察できて、食虫植物ならではの捕虫シーンを確認しやすいのもいいところよ。うわ、お食事シーンもたくさん見れるの。これはますますサラセニアが欲しくなっちゃったよ。ふふふ、でしょ。入手方法としては今の時期はホームセンターに行けば置いてあるし、
ネット通販でも販売されているので、シーズン外の場合はそちらで購入することをお勧めします。主な食虫植物のネット通販の購入先は、概要欄にリンクでご紹介しているので、そちらをぜひご覧ください。よっしゃ、これはもう早速ホームセンターにサラセニアを買いに行ってこよう。ちょっと霊夢さん。まったくもう、何言ってるの、まだ授業中でしょ。えへー、すっかり忘れてました。食虫植物を好きになってくれるのは大歓迎だけど、授業中に抜け出してホームセンターに食虫植物を買いに行くのは、私は許さないわよ。はい、気をつけます。で、もう買ってきてるじゃない。はい、気づいた時にはもうレジにいたので、ついつい勢いで買って戻ってきました。もう、しょうがないわね。ところでルーク先生、買ってきたら植え替えさせた方が良いんですか？私も気になります。僕も。みんな気になってるよね。それでは先生が、サラスニアを買ってきてから植え替えした方がいいのかという疑問と、その植え替えのやり方について教えちゃうわよ。もはやわかんなく先生になりきってるレウコさん。それでは、買ってきてからすぐ植え替えした方がいいかどうかについてだけど、私はなるべく植え替えすることを推奨するわ。どうしてですか？サラスニアが販売されてる時には、ピートモスという土に植えられていることが多いです。この土ですね。ピートモスは熱を吸収しやすいから、もともと植えられてるピートモスのままに直射日光に当てると、鉢の中が蒸れてしまって植物が弱ってしまったり、用土が劣化して植物の生育が悪くなったり、最悪枯れてしまうことになります。枯れちゃうの？それは大変だ。それにサラセニアは根っこが長く伸びるために、基本的にできるだけ背の高い鉢に植えてあげる必要がありますが、もともとこのような買った時の状態だと高さのない鉢に植えてあることが多いから、そういう意味でも買ったら最初に別の鉢に植え替えしてあげることをお勧めしたいわね。それじゃあもう元気に育ってもらうには植え替え一択じゃないですか。ただ夏の植え替えは基本的には NG で、そこで根っこを傷めちゃっても生育が悪くなるから難しいのよ。じゃあどうしたらいいんですか？根っこを傷つけないように慎重に植え替えするか、用土を崩さないでそのまま外側に新しい用土を加えて鉢増ししてあげるのがいいと思うわ。そして使う用土は基本的に水苔、もしくは市販の食虫植物の土でも大丈夫です。ちょっと植え替えが怖いな。レウコ先生に手取り足取り教えてもらいたいな。そうね、皆さんも怖がらずに私と一緒に植え替えやってみましょうか。やったやった。レウコ先生に手取り足取り、ゲヘゲヘゲヘ。ちょっと何を想像してるのよ。それではレウコ先生、よろしくお願いします。それじゃあまずはポットから苗を抜くのよ。了解しました。あら、逆さまにしたら簡単に抜けた。そしたら水につけて用土をほぐしていくわ。やっぱり用土は全部取らないとダメなんですか？このピートモスなら水に浸せば結構簡単に取れるんだけど、水苔だと根っこに絡まってて特に厄介なのよね。だから買った時にもともと水苔に植えてある業者さんのサラセニアを買った場合は、外側に新しい水苔を足してあげるだけで良いと思うわ。それが根っこを切ったり傷めないようにするには安全そうですね。そんなこと言ってるあっという間に用土が取れました。シャワーがあれば水流でもう少し細かく取れるけど、ない場合はこれくらい取れたら大丈夫だと思うわ。あれ、レウコ先生、サラセニアを一つだけ買ったはずなのに、なんかいくつか小さいサラセニアも入ってるような。そうそう、サラセニアには株分かれした小さな株も一緒に入ってることがあって、一つの鉢にいくつかの成長点が見えるものもあるのよ。こういうものはちょっと得した気分になるわね。いわゆるおまけが入ったあたりサラセニアってことだね。ラッキー。すでに親株から分かれていたら複数の鉢に植えて増やすこともできるわよ。どれどれ。ほんとだ、くっついてなくて簡単に取れた。一つのサラセニアが二つに増えちゃった。1個分のサラセニアを買ったのに、これはかなり得した気分だね。でもあまり調子に乗ってこれをやると、よく見たらまだ成長点がいくつかある。これはもっともっと分けられそう。ちょっと霊夢さん待って。あ、だから言ったのに。嘘だ嘘だ、どんどこどーん。このように普通につながってることもあって、冬の休眠期にやるならいいんだけど、今の時期にレイムさんみたいに無理やり株分けすると、この株の割れたところから株が腐ってしまって枯れる原因にもつながるので、
複数の株が植えてあっても下手にいじらない方が無難だわね。ちょっと早く言ってくださいよ。言っても聞かなかったじゃない。まあ仕方ないわ。とりあえずこのまま進めましょう。今回はこのダオン鉢に水苔で植えていきます。気を取り直して植えていくしかないか。霊夢さん大丈夫よ。食虫植物育てる上で失敗したり枯らしたりは誰でも通る道。失敗を繰り返して育てるのが上手くなっていくから、一度の失敗でめげないで。霊夢子先生優しすぎる。ほら早く次は鉢底小石を入れる。あ、はい。鉢底小石を入れて水苔を底に少し敷くのよ。よしよし詰め込んでいくよ。水苔をなるべく縦方向に並べて包み込みましょう。包み込む包み込む。補充用の付け根のバルブの部分が水苔に埋もれず表面に出るようにしましょう。水苔に溺れないようにね。そして外側に水苔をどんどん追加していきます。塊を大きくするんだね。ある程度の大きさになったら株が中心に来るように鉢に植え込んでいきましょう。うまく植えられるかな。足りないところには水苔を足していきましょう。ここがちょっと足りなそう。最後にラベルを刺してたっぷり水を与えましょう。やった、これで植え替え完了だね。よくできたわね。レウコ先生に褒められた。他の分けたサラセニアも植えたものがこちら。プラスチックの鉢に植えるときは縦長の鉢を使うようにしましょう。どれも買ったときより見栄えが良くなった気がします。うまく植え替えることで成長も良くなるから、できれば買ったそのまま管理せずにこのように植え替えて育てた方が良いと思うわ。それでこれをどうやって管理すればいいんでしたっけ。こんな感じでトレイや発泡スチロールの箱に入れて日当たりの良い軒下なんかに置いておくといいわよ。随分と深い発泡スチロールの箱ですね。これはちょっと深すぎる気もするけど、こういう深い箱だと鉢の横から日光が当たって鉢の中が高温になったりすることが防げるから、夏の暑さから植物を守る工夫として使えると思うわ。何気ない深い箱にはそんな意味が。文字通り深いですね。あ、もちろん雨が降った時のためにある程度の高さのところには水抜け穴を開けておくのよ。そして箱の底に3センチくらいの高さまで常に水を溜めた腰水状態にしておきましょう。このチャンネルでよく聞くけど、これが腰水っていう管理方法なんだ。常に腰水だから水やり頻度は特に気にすることはないけど、できれば1日から3日に1回くらいは鉢の中に新鮮な水を与えることも兼ねて、鉢の上からたっぷり水やりしてあげるとより良いんじゃないかしら。なるほどなるほど。あと気をつけることは強風ね。サラセニアは細長いものが多いから、強風だったり台風が来ると補充葉が折れてしまうことがあるのよ。折れちゃうの？だからそういう日は家の中に取り込むか、なるべく風がしのける場所に置いたり、あとは風対策としてあらかじめ園芸用の支柱なんかで支えておくとある程度安心だったりするわね。そっか、サラセニアの弱点は風なんですね。特に台風が近づいてきたら注意しておかないと。どう？だいたいサラセニアの基本的な育て方は分かったかしら。だいたい理解できました。レウコ先生に手取り足取り教えてもらえたおかげで、ゲヘゲヘゲヘ。だからなんなのよそれ。レウコ先生、今日はありがとうございました。おかげでサラセニアの育て方がだいたい分かりました。レウコ先生ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。みんなもたくさんサラセニア育ててみてね。今日の動画が面白い、ダメになったと思ったらグッドボタン、動画の感想コメントも待ってるわよ。レウコ先生たちはいろんな食虫植物の動画アップしてるから、食虫植物が好きな人はぜひチャンネル登録してみてね。ところでなんでレウコ先生がうちの学校の先生になってるんだろう。まあいっか、先生のレウコさんも悪くないし。ゲヘゲヘゲヘ。なんで霊夢さん、こんなところで寝てるの？いや、私に聞かれても。レウコ先生、むにゃむにゃむにゃ。レウコさんの夢見てるのかな？レウコ先生、呼ばれてますよ。誰が先生よ。